はい、皆様どうも、本日は久しぶりにゃんこ。ふふ、前回アス死ぬんじゃないかレベルの神引きでゲットした新伝説レア。チャンヌダルクさん、今日はガチャとかの前に軽くお披露目。赤と浮いている敵に極ダメージ、効果力の遠方攻撃アタッカー、移動速度もそこそこ。おまけにルミナちゃんも出陣。さあ、ボス軍団のお出まし。いけ、虫にゃんこの伝説コンビ。赤にエイリアン、チャンヌダルクとルミナにはうってつけの敵。倒したー。ふふ、これが伝説にゃんこの火力じゃ。お次、コラボキャラのお披露目会。伝説狙いで結構がっつり引いた2種類のコラボガチャ。ストリートファイターコラボキャラと、ビックリマンコラボキャラのコラボパーティー。確か2つで250連ぐらい引いたんだけど、残念ながら、伝説コラボキャラはゲットできず。まあでもどっちも超激レアがかなりの高性能だったから、よしとしよう。ってことでその超激レアたち、どんどん生産していく。まずはスーパーデウスちゃん、白い敵以外に打たれ強く、攻撃力を必ず下げる。2体目、高速エイリアンアタッカー、ストリートファイターコラボで最強の呼び声高いブランカ。なんて説明している間に他の続々生産中。あ、コラボじゃないけど限定キャラ、チビネコバルキリーも当ててたので入れてます。おし、これで全キャラ生産完了。あ、ちなみにコラボキャラで育成済みの子たちが今回パーティーに、まだ数体はレベル1で眠っております。なかなかボス軍団一掃できないな。まあ特にエイリアン対策してるわけじゃないからね。大エイリアン、ブランカちゃん頼んだ。あ、てかこのタイミングでクリスマスステージ、敵艦ゼロですいません。お、ようやく抜けた抜けた。おし、おしまいだぜ。はい、それじゃあキャラを披露目したとこで。ガチャ引いていくぞー。はい、先ほどちょこっと言及したチビネコバルキリー。なんと、黒バージョンが出た。黒系はガオウに見たまにダルターニャに、全部最強クラスだからな。これはぜひとも、虫にゃんこにお迎えしたい。ってことでガチャ、引いていくぞ。ちなみにこのガチャ、真田さん、アフロちゃん、キャットマンにカサジゾウなど、各ガチャの強い奴らが大集合してるから、副産物にも期待。ただ超激レア確定じゃないのでね、バッチの可能性もございます。そのバッチの可能性がどんどん上がっております。はい、お次で11体目ラスト。うん、バッチです。まあ前回マジの神引きすぎたからな、これが普通かもしれない。気を取り直して20連目。黒チビ猫黒チビ猫こいこい。出ないっすな、超激レアスラ。はい、お次ラスト。うん、連続爆死、まあこういう時もあるさ。くじけず30連目。そろそろ超激レア1体ぐらい欲しい。あっという間に半分、出ないっすな今日は。ここでカサジゾウいたー。おー、人気、実力ともにニャンコ界トップクラス。マジでめちゃめちゃ強いカサジゾウちゃん。ちなみに主のカサジゾウはレベル52プラスキモゴというめちゃ強くなっております。はい、じゃあ40連目。もし、50連で黒チビ猫でなかったら、さすがに諦めようっと。主ニャンコ、出るまで引いたりはしない。お、ここでメギドラちゃん、かっこいいぜ。メギドラも結構使っております。はい、これで40連目終了。ラストいくぞさあ、最後にミラクルは起こるかな？うん、
ってないっすな。はい、早くもお次ラスト。残念、50連でお目当てのキャラゲットはならず。おっしゃ、じゃあ切り替えてステージ挑戦。超極ムズステージ、攻略じゃ。はい、ニャンコの中でもかなりの高難易度ステージのこちら。メタルとゾンビの敵がメインのステージ。ボスがゾンビで、取り巻きがメタルじゃうじゃ。ということでパーティー編成は派手に、素早くメタル処理できるキャラを重視。ボス対策のアタッカーに、オニナンマとムートちゃんという編成。さあ、お城前に引っ付けてメタルな敵を倒したら、ボスに少しずつダメージを。ムートちゃん、頼んだぜ。ムートちゃん死亡。ここで後ろからメタルカバちゃんが見たい。これを素早く処理しないとな、すぐにお城を攻められちゃうから。猫パラディン、頑張れ。でボスの一撃でパラディンさんが、やっぱどんどんボスの前に出てくるメタルな敵が超厄介。おし、やっとメタル全部処理できた。このタイミングで可能な限りボスにダメージを。ムートちゃんはまだ生産待ち。ムートちゃん間に合ったー。でもすぐに死んだ。やはり、そんな簡単にはいかない。超極ムズ、現状何個で最高難易度。やばい、こっちの猫が少なすぎる。しかもめっちゃ金欠、まずいなこの状況。おし、アザラシちゃん倒してお金結構貯まった。さあ、耐えきれるかな。オニナンマちゃん、君の火力を見せてやれ。マジでボスの一撃強いな。ムートちゃん生産したいが、お金が。おお、ここでボスちょっと押し返した。いいぞいいぞ、ボスを倒して後ろにムートちゃんが抜けられれば。あとはお城を壊すだけ。今回ゾンビキラーキャラゼロだからね。ボスにはとどめさせないけど、一回倒せば復活まで一定時間かかるから。その隙にボスの後ろにどんどん猫を送り込めればこちらの勝ちだ。それにしても、しぶといっすなボスさん。で、ここできたー。わーい、今の隙にムートちゃんを相手の後ろに。あと少しずつ、ここでボス復活。マジかよ、でも抜けた猫ちゃんたちが現在後ろに総攻撃中。ムートちゃんは遅れなかったけど、問題なく勝てた。猫ストーン第3形態、これは嬉しい。おし、じゃあ無事にステージ攻略できたのでね、最後にまたガチャに戻るぜ。来ました、最強の呼び声高いウルトラソウルズガチャ。そのウルトラソウルズに、待望の新キャラ、金太郎追加。これはぜひ欲しいってことで、伝説石若、新キャラ金太郎狙いで引いていくぜ。今回は超激レア確定、爆死の心配ないない。マジでこのガチャのキャラ優秀すぎるからな、主もカチカチ山さん以外めちゃ使ってる。途中当たり来なくても、確定枠あるので安心感。はい、お次確定枠。かぐや姫か残念、金太郎さんじゃなかった。超激レア確定なのでね、多分金太郎出るまで引く予定。あ、でももちろん出なすぎたら諦めるけど。激レアたくさん。お、確定前に桃太郎来た。強いけども、今は君じゃないのが良かった。からの確定も桃太郎。30連目、金太郎さん出るかな。おお、猿神ちゃん、この子の見た目大好きなのよね。牛若は厳しいかもだけど、金太郎さんはせめて。頼む、確定枠金太郎さん。はい、それじゃあ運命の確定枠です。来たぜ来たぜ来たー。かわいい。無事にお目当てゲット。それじゃあ今日はここまで、また次回お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。